照明をすべて消して布団に入ってください。夜の避難訓練を開始します。布団や枕で頭と体を覆ってください。そうかぶって枕をかぶってください。懐中電灯があれば周りを照らしましょう。携帯大丈夫で、大丈夫だよ。大丈夫ですか？うん、大丈夫。うん、ガラス片に注意しながら進むようにしてください。靴下ないよね。靴下ない。ジャンバー着て。暗闇は大変危険ですので、しっかりと懐中電灯などで照らしながら、焦らずゆっくり自分のペースで移動するようにしてください。夜の避難訓練。